こんにちは。今回はデザインを依頼する時に用意するものについてお話ししたいと思います。例えばロゴを作りたいという時の例を挙げると自社の理念や特徴はこうでコーポレートカラーは何色でこういうイメージで作ってほしいという希望があると制作する会社やデザイナーも「ではこういうイメージはどうでしょう?」と提案しやすいですし イメージに近いいものが上が上ってくると思います。こういうロゴにしたいという他社のサン,サンプルなどがあるとなおいいかもしれません。反則チラシやホームページなどにおいても基本的には同様です。ただロゴと違うのはお客さんに見てもらいたいものがメインになってきますので会社のイメージに合うデザインのテイストにはもちろんしますが商品を売りたいなら商品の画像が必要ですし 店舗の雰囲気を見てほしいなら店舗の写真が必要になってきます。載せてほしいものがあればあらかじめ用意しておくとスムーズに依頼できますので決まっているものに関しては用意しておきましょう。もちろん用意していなくても制作サイドで何が必要かなどは提案してくれます。また写真を用意する上で構図なども重要になってきたりしますので写真の撮影込みで依頼することもできますし そのあたりは相談しながら進めるとといいと思い思ます。ですので画像など実際に用意するものもそうですが一番はどういうふうにしたいかのイメージを自分の中で用意しておくことが重要かもしれません。